ードテックインテンシティ、スピードテックインテンシティ。さっき海外のこととかちょっとお話聞かせていただいたので、アメリカからまた日本にこの新潟に戻ってきたと思うんですけど、その理由とかって何が決断の理由だったんですか？今期、アメリカでまた1年戦おうと思って、2023年の頭にまた渡米をして、で23年の末まで契約があったので、もうそこまではアメリカでやるっていう風な意気込みで行ったんですけど、まあ監督が変わったこともあってなかなか今季は出場機会がなかったんですよ。でこのままもちろん契約はあるのでチームに居続けることは契約上できる。でも自分の中でもうここは絶対夏までには決断しないとダメだなっていうのがあって、もう本当に直感型人間なので、もう思ったらもうそうしなきゃ気が済まないんでもうなので本当に移籍に向けてこう動こうと思っていろいろ動いていて、まあそういった中でアメリカの国内で移籍できたら一番良かったんですけど、でそこがなかなかうまくいかなくてってなった時に、じゃあどうしようかなと思って、まあ、それこそヨーロッパとか南米とかもちろん日本、あとは韓国とか、なんかこういろいろね広く視野に出て、それこそプロサッカー選手なので必要としてくれるクラブに行くっていうのはとても大切だなっていうふうに思っていて、でそれでこうチーム決めをしていく中で、なかなかその日本以外の海外が難しそうだなっていうふうに感じた時に、なんかこう日本に行くっていうのも一つの選択肢かなっていうのを思いました。なのでなんかこう日本に戻るっていうよりは、日本もこう一つの何でしょう、選択肢の一つっていう感じで、それが自分の生まれた国だったっていう感じですね。じゃあ本当にいろんな選択肢の中で、はい、たまたまそれを手に取ったのが日本だったから、まあ日本に戻ってきたっていう感覚よりかは、はい、まあ、自分がプロサッカー選手として活躍できたりとか、うん、貢献できる場が日本っていう。そうですね。なので、まあ、もちろんで戻るっていう表現も間違ってはないと思いますし、ただこう結構ずっとアメリカにいるんでしょって結構思われがちだったので、なんかそうするとこう日本に戻ってきたとか、なんかこうね、本当はアメリカにいたかったけど日本に言い方で来ちゃいましたみたいな感じの捉え方をされる方もいるかもしれないんですけど、そういう感じじゃなくて、なんかそのどっちのリーグがとかいう優劣みたいな、だから日本の方が下で戻ってきちゃったよねみたいな感覚では全くないので、そこだけはなんかちょっと勘違いしてほしくないなというか、もちろんこの、ね、リーグはリーグでもちろん魅力的な部分があって来ましたし、あ絶対無理ここって思ったらもちろんね来てないわけであって、で当然ですけど自分は日本人で日本で長くやってたこともあって、で、ね、日本におそらくファンが一番多くいらっしゃるので、そういうことを思うと、まあ、今まではねどうしてもこうアメリカだとね応援に行きづらかったりとか、それこそ配信はあるけど、ね、時差もあるから試合時間真夜中でなかなか見れないとかっていうのもあったんですけど、なんかこういろいろなことを考えた上でこうもう一回日本でプレーをして、よりこうなんでしょうね、多くファンの方がいらっしゃる日本でやるっていうのも一つこう喜んでもらえることなのかなっていうのもこう選考基準というかにはなりましたね。はい、でもそれこそなんか、まあ、新潟に上山部選手とかも中学生の時の、はい、小学校の時のチームメイトっていうことでいらっしゃると思うんですけど、はいはい、なんかやっぱり日本っていう選択肢の中でまたいろんな選択肢があると思うんですけど、はいはい、それこそ神戸にいたりとかもしてたと思うので、うん、なんかその上で初めての新潟を考えた時に、その上山部選手のなんか存在ってやっぱり大きかったりとか、うん、なんか決め手になったりとかってあったりしたんですか？もう大きいとかっていうレベルではなくて、まあ、おそらくですけど彼女がいなかったら来てなかったです本当にいろんなところで多分言っちゃいけないかな。いやでもまあ多分それはみんな承知なんじゃないですか。
いろんなところで多分話題にポコポコ上がってると思うんですけど、はい、それこそ地球3個分くらいっていう、はい、話があってめっちゃ面白いなって思って、はい、なんかすごい、まあ、自分はメグさんを知ってるので、うん、呼び方メグさんらしいなって思いながら、なんかそういう時とかその新潟に決める前のその、うんうん、やり取りとかって どんな感じだったんですか？日本のリーグにしようって決めた時にもちろんいくつかのクラブとお話はして、で、まあ、当然ねその中でも選手と直接話した方がこう分かりやすい温度感だったりっていうのもあるので、まあ、そういうのの一環としてもちろん亀尾信とはよく喋ってましたし、でも彼女も別に来てよとか絶対来てよとか言わないんですよ。でもそれはシャイだからとかそういうことじゃなくて、でも本当に来てほしかったんですよ。いや、ね、手放しにね来てよって多分言いたかった部分もあると思うんですけど、でもやっぱそこはプロでそんな来てよって言って来れるような仕事じゃないですし、当然じゃあ環境がどうですかとか、じゃあ監督が欲しいと思ってますかとかね、じゃあ条件はどうなんですかとかって、そういうのをいろいろ加味した上でそんな簡単においでよって言えるわけじゃないっていうのも彼女自身が多分一番分かってて、そんな最初のうちは言っては来なかったんですけど、ただ私自身もこう他のクラブといろいろお話をして、あ、今このチームがちょっとこういう感じかなとか気持ちがねこういろいろなってる時にこう気持ちが固まったって時に最後に聞いたんですよ、どれぐらい来てほしいって。だからそれで答えが何であれ、まあある意味決めてたんですけど、まあねぴったりじゃないですか。ね、そういうの言ってくれないからね。だから聞いたら地球3個分って言うからちょっとよくわかんないけど行こうかなと思って決めました。それでカップ戦の決勝の後にこう地球3個分をね、サポーターの方にいただいたんで。そうだったんですね。そうなんですよ。ありがとうございます。 Eリーグっていうものが初めてだと思うんですけど、はい、なんか、まあ、ここからはちょっとそっちの方面に触れていきたいなと思っていて、なんかWeリーグの発足時はまだアメリカにいらっしゃったと思うんですけど、その発足した時ってどういう心境だったりとかって当時のこと覚えてたりとかしますか？始まったなって思いましたけど、でも長い目で見たことを言うと、もっと早くプロリーグ作ってほしかったなは思ってました、ずっと。でもそれを言っても仕方ないですし、もうそのね始まるって決まったらそれはそれでよしって思いましたし、でもそこですごくアンラッキーなタイミングだったじゃないですか、コロナ禍で始まっちゃったっていうのもあって、なのでその辺はすごくこういろいろ厳しいなっていうふうには外からは見てて感じてはいましたね。その日本の女子サッカーの中で初めてのプロリーグができるで、まあ、プロ選手増えるっていうことだと思うんですけど、なんかその川澄さんから見たなんかプロリーグとかプロ選手になるってなんかこういうことじゃないかなとか、それこそアイナック神戸の所属の時は一応まあアマチュアリーグだったじゃないですか、なでしこリーグって。なんかその時のそのアマチュアとまあプロの違いというか、なんかそういうところってどう考えてるのかなってすごい気になって、なんか私自身がすごく恵まれてるなと思っていて、アイナックに入団した時ももうプロと全く同じ環境だったんですよ。なので仕事は全くしないですし、それでお給料いただいてっていう形だったので、それは高卒の選手も変わらなかったですし、もちろんねお給料のね先輩方がちょっと高いとかそういう感じはありましたけど、本当に、もうなので自分はプロって思って1年目からやっていました。でそれはアイナックに入ったことで先輩からもスタッフからももうこのチームはプロだからねって言われてました。へー。だから結果残さなかったら来年ここにはいられないよっていうのもずっと言われてたので、なんかそういう環境で大卒1年目からできたっていうのは自分の中ですごく大きくて、だからそこでプロとはっていうのを植え付けられましたね。本当それこそ高卒1年目でクビになっていく選手も見てきましたし、それが当たり前の中でアイナックでやっていて、
で2011年になってベレーザから4選手移籍してきて、その中には澤さんもいてっていう中で、まあ、言えばプロ中のプロじゃないですか。でそういう選手をもちろん代表では、ね、一緒にやらせてもらえてましたけど、そことはまたね、クラブってなったら毎日一緒にできるわけで、こうそこからやっぱり、ね、さらにプロとしての、ね、取り組み方、立ち振る舞いっていうのは学ばせてもらいましたし、でその後に、ね、まあ、もちろんその年にワールドカップがあってとか、まあ、オリンピックがあって、で2014年にじゃあアメリカ行ってっていう形になって、私は今までアマチュアリーグでやっててプロの環境でやらせてもらってた。でもアメリカの場合はもう全チームがプロで、それこそもうエキップがいる衝撃とか、もうその当時から GPS ハートレートつけて練習してたりとか、選手は選手をやっててくださいっていうその環境の凄さに度肝抜かれましたし、でそこから2013年に今の NWSL できたんですけど、はい、私は2014年から入って今11年終わったところで、そのリーグが成長していく様をずっと見させてもらってたんですよ。だからもちろん女子サッカー人気あるよねっていうだけで終わらなくて、やっぱりいろんなことが改善されていくし、その中で当然選手が、ね、主張して変わったものもありますし、じゃあクラブがリーグが必要だと思って改善していった部分もありますし、なんかこう代表が人気ありますよねだけにぶら下がってないリーグっていうのを目の当たりにしてきたので、そこは、なんだろう、ま、ちょっとプロ選手としてっていうのとちょっと違う感じになっちゃうのかもしれないですけど、でも自分はそれをプロの選手としていたリーグで見せてもらっていたので、そこは非常に勉強になりましたし、まあ、いつか日本のリーグもそんな風になっていったらいいなっていう風にはすごく感じますね。アメリカ代表のなんか国内でのその立ち位置というか存在というか、国民にとっての存在ってかなりでかくなって、もうそもそも の, その選手 の, そのまあ存在もかなりでかくなってるし、それこそサッカー市場で言ってもかなり規模がでかくなってると思うんですけど、なんかそのあたりってなんか実際肌で感じてみて、なんかどんな感じでした？なんかもう、まあ、昔よりもその映像技術とか発信する場所が増えたとか、そういうのは絶対あると思うんですよ。でもやっぱり自分が初めてアメリカ行った時よりもその辺を駆使して周りをこう巻き込むのがすごく上手だなっていうのは感じますし、なんかもういちいちかっこいいんですよ。それこそ代表の試合だと点が入ったら炎をバーってやってみるとか、紙吹雪飛んじゃったりとか、あと試合前にあのパラシュートでなんか誰か降りてきてとかっていう演出があったりとか、そうそう花火バンバンバンとかもありますし、あと何日本でいうブルーインパルスみたいなのがピャーって飛んだりとか、もう本当に、まあ、だからあそこはエンターテインメントの国っていうのもありますし、それこそね、スポーツを見る文化がある国っていうのもあるので、その辺の差っていうのはあるのかなとも思いつつ、ただね、じゃあ日本それやってますかって言われたらまだやってないなとかっていう部分もあるので、なんかこうまずかっこよく見せるところっていうのも工夫であったりとかっていうのはもっともっとしていいんじゃないかなっていうのは感じますね。なんかそれこそあの川澄さんかなり SNS の使い方が自分は見ててすごい上手だなって思っていて、なんか本当に天才だなって思うんですけど、嬉しい、嘘なんかそのそれこ そ, そのアメリカでそうやって感じたこととか、まあ、演出とか表現の部分とか結構、まあ、日本とは違うと思うんですけど、今のこの SNS の使い方とかにかなり影響された部分って大きかったりするんですか？自分はもう発信はすごく大切だなとずっと思ってて、それこそ一番長くやってるのがブログで、2009年からもう毎日上げててっていうのがあって、で自分の
のしょなんか合ってるっていうのもあって、うん、ブログは多分文章書くのが好きで、うん、それこそインスタとかはあんまり合ってないなと思うんですよ、うん、自分のやつパッて見てもなんかサッカーの発信ばっかりしてるし全然映えてないなと思うからだから本当サッカーだけ好きな人は全然それで情報がこう拾えるからいいんでしょうけど、ライト層にはあんまり流行らないだろうなんか、うん、だろうなと思って、でツイッターとかもあんまり得意ではないなって昔思ってて、あんこう広がっていきすぎちゃうのが得意じゃないというかって思ってたんですよ。でもそれはやっぱりアメリカに行ってちょっとずつ考えが変わって、あ意外とこういう方が好まれるかもしれないとか、意外とこういう方が刺さるのかなとかっていうのはちょっとどんどんトライしてみるようにはなりましたね。なるほど、うん、結構、まあ、日本の選手とかってあんまり発信するっていうこと自体をそんなに頻繁にしないというか、うん、やってる選手ってすごい少ないと思っていて、うん、でプラスで結構クラブとか、うん、まあ、代表とかも含め、うん、そういう発信とかってすごい少ないと思うんですよ、うん、めちゃくちゃ少ないと思うそのあたりどう考えてるのかなって思っていて、それこそクラブにもう発信担当が何人いるんだろうってぐらいアメリカにはいましたし、なんかその辺はすごく上手で、それこそ広告打ったりとかもうめちゃくちゃしてましたし、でも多分日本のクラブでそれやってるのって少ないと思いますし、でも私は発信は選手任せにしちゃ絶対ダメだと思ってて、それはもうクラブの仕事だと思うんですよ。選手をかっこよく見せるのも試合がありますって告知するのもそれはもうクラブの仕事であって、選手は別にやりたい人がやればいいしって思ってます。でもやっぱりそれだけじゃ足りないので、もちろんね選手も頑張ってやろうねっていうのはあると思うんですけど、そこの部分はもっとクラブとかリーグが自覚した方がいいなっていうのはね感じますね。少し話を広げて、うん、日本の女子サッカーの課題というか、うん、川澄さんから見てなんかそういうところって何が課題に見えてるのかなと思って、うん、そのあたりはどうですか？なんかその発信の部分も最近はそれこそ各クラブ、まあ、頑張ってるなっていう感じは分かるんですよ。でも今応援してくださってるファンサポーターの方々っておそらく多少発信しなかったとしても来てくれるような方が今は来てくださってると思ってるんですね。だからやっぱりそれ以外の方に差しに行かないとやっぱり発展っていうのはないなっていうふうに思っていて、それこそ一番分かりやすいので言えばテレビに出るとか、テレビって結局ね今衰退してるって言いますけど、いや出たらやっぱりテレビ出たべって話題になりますし、何でしょう、情報拾いに行かなくてもついてて目にするっていうことができるのがテレビだなっていうふうに思うので、そういったところは絶対活用すべきだなって思いますし、うん、そういうところは足りないかな。あとはそれこそ何かとコラボレーションする、一番分かりやすいのだとバレーボールは例えばねアイドルとコラボレーションして、はい、やっぱそれで観客数が増えて、もちろんそれで増えるだけだとその人たちがいなくなった時にまた来てくれないじゃんってなるかもしれないんですけど、そもそもの話題作りとかじゃあ最初見に行ってみようっていうきっかけ作りができないのであれば、そういったところとこう協力するしていただくっていうのはすごく大切だと思うので、なんかこううちわだけで頑張ろう頑張ろうってやっててもどうしてもこう派生させるっていうところが弱いのかなっていうのが今感じますね。なるほど、そういう意味で言うと、でも発信力とかは、まあ、結構その海外のサッカークラブとかとやっぱ比べると劣っている部分とかもあると思うんですけど、逆になんかそのいろんなことを経験されている中で今の日本の女子サッカーで、あ、ここ負けてないなって逆に思ったりする部分とかって何かあったりしますか？日本の女子の選手たちってすごくファンサポーターの方に対しても丁寧だし、そこの距離の近さっていうのはもちろんアメリカの女子サッカーもそこは持ってるんですけど、日本の女子サッカーもそこは絶対負けてないと思うので、そういった体制を作るクラブがっていうのはとっても大事だと思います。
そういった意味で言うとアルビに来て私がすごく驚いたのは試合終わった後のハイタッチができるのがあって、はい、あれはファンの方すごく喜んでくださってるのをやっぱりコメントとかでもいただくので、で、うん、あ、いいぞいいぞと思いながらでもそこってある程度こうクラブの何でしょう裁量っていうんですか、うん、もあったりするのでその辺はどんどんやってほしいなと思いますし、それでいうとアメリカシアトルにいた時は試合が終わる10分前ぐらいからゴールの裏のところにもう柵があって、そこに子供を中心に、別にまあ大人も行ってもいいんですけど、向こうの国って結構やっぱ子供に子供にっていう、まあそれも文化だとは思うんですけど、うん、子供たちとか来てサインもらえたり写真撮ってもらえるっていう、もうエリアがあるんですよ。それはもうピッチレベルで、うん、でもうそうこう行っていいですよってなって、で試合終わった後にロッカー戻る前の選手たちがこうね、まあ、全員やっていく選手もいればちょっと向こうだけちょっとやってやっていく選手もいますし、でもそれって子どもたちからしたらすっごく嬉しいことだと思いますし、でやっぱアメリカはそういうところもやるので、それだと別に日本もできるなって思いますし、日本だとねもちろん今ファンサーとかもありますけど、じゃあ例えば全部終わった後のバス乗り込む前にとかってなると、そこまででファンの方たち待っててもらわなきゃいけないじゃないですか。そうですね、って思うとなんかもう少しねこう日本だとどうしてもこうスタンドとピッチのこう高さの違いがあったりとかしてできない、その辺はもうちょっとこうね上手に今こうハイタッチができてるんであればできるんじゃないかなとか思ったりとかはしますね。その距離感っていうのは絶対サッカーの良さだと思うので、本当そうですよね、まあ、男子のサッカーとかも、まあ、ヨーロッパとか見ればもう完全にサッカーのスタジアムなんで、やっぱそれさっき言った低さ、あの、なんですかファンの方と、まあ物理的な距離が近い、距離が近いですもんね。だからやっぱサインもらいやすかったりとかすると思うんですけど、うん、まあでも日本には日本のできることがやっぱりあると思うし、うん、それで言うと新潟はその日本の中でもさらにそのポテンシャルが高いというか、自分の中でそれは新潟に来てすっごく思っていて、それが何かっていうとやっぱり新潟にはアルビレックスがありますっていうのを新潟県民がみんな知ってるっていう、それはやっぱ神戸にいては感じなかったことですし、もちろん神戸のね街でも応援してくださったりとか、商店街の通りにフラッグ飾ってくださったりとかありましたけど、でもなんかやっぱりこの新潟のそこへの熱量はちょ今までに感じたことのないものを感じてるので、本当に週末にアルビの結果気にするのが日常っていう街だと思うので、そこをねさらに伸ばしていって、あ、じゃあ次は試合見に行ってみようかなって思ってもらえるようなことをどんどんやっていったらいいんじゃないかなと思いますね。なるほど、なんかそれこそいろんなクラブを経験したから、はい、なんかすごい出てくる言葉だなと思っていて、結構まあアルビってすごい、まあ、特殊じゃないですけど、なんかどっちかっていうとそのヨーロッパに近いでも総合型スポーツクラブに似てると自分は思ってるんですけど、なんかそういうのとかも結構まあ卓球技とかでも交流がしやすかったりとか、多分アイナックとかだとやっぱそれがしづらい部分も多少なりあったと思うんですけど、なんかそういう意味ではすごい確かにポテンシャル高いんだなっていうふうに気づきましたね。あとやっぱり行政だったりとかとの協力体制っていうのがすごくしっかりしてるなと思って、今もこう優しさかだったりとか親子サッカー教室とかもやらせてもらっていて、なんかそうやって市民の皆さんと触れ合える機会、もちろん県民の皆さんと触れ合える機会、あとキャラバンでね小学校行ったりとかで、選手が直接顔を出して知ってもらう機会っていうのが多いので、それはまあ今後も続けていって、でそこからね、あの集客であったり、ファン獲得だったりっていうのにつながっていったらいいなっていうふうに思いますね。インタビューも終盤に差し掛かってるんですけど、結構今はあの現在の話をしてきたと思うんですけど、ちょっと最後はあの未来についての話を少しお伺いしたいなと思っていて、まあ、いろんな形でこう経験を積んできた川澄さんにとって、なんか
今一緒にプレーしている選手たちに伝えたいことと、うん、まあ、もう一個は、まあ、10年後だったりとかそれこそ100年後の、うん、まあ、プロの女子サッカー選手を目指すっていう子どもたちに、うん、この今の女子サッカー界を積み上げていく中で今後のキャリアで何をしていきたいかとかのお話を聞きたいなと思っていて、なんかそのあたりはどうですか。まあ、本当にたった今のことで言うとチームメイトに対してはなんかこう自分自身は何でしょう、自分を客観視はできないというかピッチの上では、うん、なのでみんながどんな風に思ってるのかなとかわかんないんですけど、でも自分が他のチームメイトを見てて思うことはやっぱり今のうちのチームって経験のある選手も多いので、それこそ亀山もそうですし、河村もそうですし、移籍してきた杉田もそうですし、でそういった選手たちと一緒にできてるってことはどれだけ貴重なことかっていうのをこんこんと伝えたいなとは思ってます。もう本当にいつまでも現役でいると思うなよっていうのは思いますし、いてほしいですけどね、ずっと一緒にやりたいなっていう気持ちはありますけど、だから本当にこのもう何でしょう、重たい表現ですけど、このかけがえのない時間をいかにしてこう吸収して自分のものにしていくかっていうのはもう自分次第だと思うので、やっぱり一緒にできるってとんでもない財産なので、それはやっぱり自分が偉大な先輩方を見てきて感じてることなので、それは本当にいっぱいサッカーの話した方がいいよっていう、でいっぱい練習中に挑みに行った方がいいよっていうのはすごく感じます。なので自分自身もまだ挑んでる途中の方の人間なので、それはそういう姿勢で日々やりたいなと思ってますし、なんかそのまあね、キャリアが上下とかっていうことではなくて、やっぱりこのチームにとって必要な存在、このチームをこうしっかりとこう持ち上げるというか引っ張るというか高みをこう目指していける、うん、そういった原動力になれる存在でいたいなっていうのを思いますね。みんながやっぱりそういうことをやっているので自分もその一員でいたいなっていうふうには感じますね。で、あとは女子サッカー全体としてはやっぱりこうやってプロリーグができたので、その女子サッカーが職業になったっていうのはすごく嬉しいことですし、そこに憧れを持って目指す少女たちが増えてくれたらいいなっていうふうに思います。やっぱりそのためにはね、先ほど重複する部分もありますけど、かっこよくあることっていうのはすごく大切だと思っていて、ある意味その見た目の派手さ、きらびやかさみたいな部分も絶対あっていいと思うんですよね。女子サッカーだからこそできる見せ方ってあると思いますし、私は別に顔から入ってのもありだと思いますし、おしゃれから入ってくのもありだと思うので、おしゃれ番長って言われるの別にあの言ってねとは思わなかったですし、別に言われて嬉しいとかも思わなかったですけど、別にそうやってメディアが言うことに対して反応して興味を持ってくださるんであれば、別にそれも一つの形かなっていうふうには思っていたので、ただそこの先にあるのは、私はサッカー選手ですよ、こういうプレーをします、こういう立ち振る舞いでいます、プロとしてやっぱり女子サッカーの価値を高めるために、女子サッカーがあることによって社会が良くなってきますよっていうところにつなげていきたいなっていうふうには思っているので、特に昨今ね、女性のことがいろいろね社会で言われてますし、日本はまだまだ男尊女卑の国だって私は思ってるので、そういった意味では女性が社会進出するためのエネルギーに女子サッカーはなれると思うので、そこはどんどん発信も含めてやっていきたいなっていうふうに感じます。あの今ちょっとお話に出たと思うんですけど、女性アスリート の, そのキャリアの構築の仕方とか、うん、なんか川澄さん自身でなんか今後どういう積み上げ方したいなとか、ざっくりとかって考えてたりとかするんですか。うん、全然しなくてだから現役やってるんですけどまあなかなかね、それこそもうプロリーグが始まったのがね、ここは3年目なので、なかなかそこに対するアプローチっていうのも、その E リーグ全体としてはこれからやっていこうっていうところだとは思うんですよ。ただ自分自身はね、アメリカではもちろん長くねプロもやってきましたし、それその先には引退が待ってるっていうのも分かってはいるので、なんかね、
漠然と言いたいことをしようかなだけじゃダメだなとは思うんですけどでもなんかあんまり今は具体的なことは個人的には考えられてないなっていうのが正直なところで、まあ、ただやっぱりこれだけねサッカーにこう育ててもらったので恩返しじゃないですけどそういった形で自分にしか経験できなかったことってそれはもう全員一人一人がそうだと思うんで全員が自分だけの道を歩いてプロになってそして引退していくと思うのでそれをいろんな形でこう次の世代に伝えていく形っていうのがあったらいいなっていうふうに思いますね。なるほど。じゃあ現時点ではもう本当にプロサッカー選手っていうものに集中して、はい、その後を考えてたらいいかなっていう感じですか、はい、ただ思うのはプロのうちに始めてやっておいた方がっていう話も聞いたりとかするんで、まあ、それは本当その通りだなって思ったりもするんですよ。でもなんか私はそれはちょっとまあできるって思ったらそれで始めると思いますけど今はそういう感覚がちょっと自分の中にはないので、うん、とにかくプロとしてやりきるっていうところをとにかく集中してやってるっていう感じですね。めっちゃかっこいいですねかっこいい風にしといてくださいそしたらあの最後の質問に入りたいと思うんですけど、はい、あのこの番組、まあ、チャンネルの、まあ、タイトルの名前がこれ「勝ち負け以外のスポーツの話」っていうタイトルなので、うんうんはい、まあなんかそれこそいろんな勝負をしてきていろんな勝ち負けを経験してきた川澄さんにとって、うん、なんかそれこそも勝ち負け以外ですごく、うん、スポーツから学んだこととか、うん、教えてもらったこととかって何かあるのかなと思って。一番最初に言いたいことは勝ち負けじゃないってこともあるんですけどでも絶対に勝った方がいい絶対に勝つっていうことを一番にしてやらなければアスリートじゃないなって私は思うんですよ。だから正直結果が全てって思ってます。右側全部一緒って思ってます。ただ本当にいろんなことを経験させてもらった上で2位以下は全部一緒って言うけどじゃあロンドンの銀メダルかワールドカップの銀メダルか勝ちのないものだったかって言われると絶対そうじゃないしそれを財産にできるかどうかって本当に自分の取り組み方でしかないなって思ってます。で、私自身ワールドカップに出たいとか世界一になりたいっていうのを思い描いて何回も想像したんですよ。いろんなクラブがね優勝してる映像を見てわーシャーレ上げてるめっちゃ嬉しそう優勝したらそれ嬉しいよな、ね、男子のワールドカップだったりとかを見て優勝してすごいワールドカップ掲げてる私もいつかこんな風になりたいなって何度も想像してわ想像してるだけでもわ嬉しいよいや絶対優勝したら嬉しいよって思ってたんですよ。実際に優勝してみたらもう嬉しいが桁違いでもう自分があんなに一生懸命想像してたのに全然嬉しいの景色が違ってじゃあなんで違うのかなって思った時にあ、画面に映ってる人の嬉しいは想像しただけだったからそこに対して私は別に努力もしてなければ辛い経験もしてないし成功体験もしてないからでも本当に優勝した時の優勝はしんどいこともあったしぶつかったこともあったし本当にね代表呼ばれなかったこともあったしとかそういういろんなことを積み重ねて優勝しただからこんなに嬉しいんだなっていうのを知ることができたのでたとえ結果が出なかったとしても銀メダルで終わったとしてもそのプロセスっていうのは自分の財産として絶対残るものなのでそこは大切にしてこれからもやっていきたいなっていうふうには思
思います。ありがとうございます。なんかもし本当にあの最後新潟のファンの皆さんとか、はい、それこそ川澄さんのファンの皆さんに何かあればメッセージを、はい、はい、皆さんこんにちは、アルビレックス新潟レディースの川澄奈穂美です。今日は長いインタビュー聞いていただいてありがとうございました。私自身ね、新潟に来て本当にチャレンジの日々が続いていて、毎日が楽しいです、充実しています。それはいいことばっかりだからそうっていうことではなくて、できなかったことだったりとか、あのうまくいかないこと、そういったことも含めてすごく楽しい日々を送っています。あの入った時にね、新潟にタイトルをっていうでっかいことを言ってしまいました。あのでもできないって思ってたらそんなこと言いません。簡単なことじゃないっていうことも分かっています。それでも自分はそこに対してチャレンジしたいと思っています。で、そのチャレンジ成功させるためには皆さんのご声援が必要です。これからも応援よろしくお願いします。女子サッカー楽しいです。試合見に来てください。お願いします。ありがとうございます、はい、もうめちゃくちゃ長い時間すみません、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございました。